国鉄滝9250経貨車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は、アセトアルデヒド専用の30トン石炭貨車として1967年9月20日から1975年4月5日にかけて22両が、 富士重工業及び川崎重工業にて製作された。本形式の他にアセトアルデヒドを専用種別とする形式には、タム8400系たき6850系タキ1400系一万1二2 5 0系の4形式があった。化成品分類番号は年32が表記された。落成時の所有者は電気化学工業。 伊藤忠商事の2社でありそのおのの常備駅は、北陸本線の大見駅、新越本線貨物支線の小島駅である。電気化学工業所有者が、大セル化学工業へ1971年6月5日に3両、1974年2月2日に4両、1976年7月20日に6両が、それぞれ名義変更された。 さらに1973年3月13日に2両が火星水島へ、1975年5月6日に1両が窒素石油化学へそれぞれ名義変更された。窒素石油化学所有者1両は1976年12月28日に再度大セルへ名義変更された。1974年2月28日に火星水島所有者2両、 1978年10月1日に、ダイセル化学工業所有者3両がそれぞれ、三菱化成工業へ名義変更された。1989年9月に、三菱化成工業所有者2両が、徳山石油化学へ名義変更された。普通構成のドームレスタンク体に、厚さ 70mm のグラスウール断熱材を巻き、薄鋼板製の木瀬が設置された。 二役方式は、タンク上部の液入管とオーバーフロー管からの上入れ、液出管と窒素加圧により上出し方式である。車体色は黒色、寸法関係は、全長は1 5五千ミリメートル、全幅は2 5五百ミリメートル、全高は3 7七十ミリメートル、台車中心間距離は1820ミ、mm、リメートル、事業席は38.5立方メートル、自長は21.0トン。 換算量数は、赤車5.0、空車2.0であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C、TR225 である。1987年4月の国鉄分割民営化時には20両の車席が JR 貨物に継承されたが、2004年度に最後まで在籍した3両が廃車となり、同時に形式消滅となった。 各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。ありがとうございます。